はい、What's up, ladies and gentlemen? どうも皆さん、バンチャーテッドマーキュリーです。ヒットマン2自己縛りシリーズ、今回バンコクに入っていきます。まずは毒を取りに行くんですけども、お腹壊すタイプの毒を取りに行きます。で、自己シリーズとはいえども、毒殺と爆殺は一応、禁止してますから、今回一人目のターゲット、剣毛ガンを足、そして上段クロスを、感電死させていくんですけど、まず剣毛ガンを足させるにおいて、彼に付きまとってくる護衛が邪魔なので、その護衛を、無力化するために、これ毒の瓶を取りに行きました。で、バンコクは、まあ、言わずと知れた、脱出が非常に難しいことで有名なナイドマスターの場合、マップなんですけども、まあ、脱出地点そこしかないっていうのも、まあ、だいぶいかれてるんですけど、今回はピストルを持ち込みすることが可能なのでね、ピストルを使っていとも簡単にラスト脱出したいと思います。はい、で、まあ、コイン3つ拾ったんですけど、念のために拾っただけで使うことはありません。まあ、コイン投げることどちらにせよできないので、まあ、使うとなればね、コインを置いて使う形になるんですけど、まあ特にその必要もないし、使う場所もタイミングもないんでね、今回は使いません。まあ本当に念のために取っておいたっていう感じですかね。で、これね、関係ないんで、で、暗殺縛りのリクエストで消火器使ってくださいっていうのがありましてね、まあ以前僕ヒットマン2017の時からずっと見てくれてる方だったらわかると思うんですけど、消火器とすごい仲良くてね、消火器一本で、まあ、いろんなシーン突破してきたんですが、多分それがあるので、このヒットマン2でもその消火器使って暗殺してくださいみたいな、消火器縛りしてくださいみたいな、リクエストだと思うんですけども、今回ヒットマン2の消火器って全然強くなくて、爆発させても敵倒せないんですよ。だから消火器縛りのリクエストくれた方、ごめんなさい。それはヒットマン2ではできません。まあ、前回でいう消火器が今回でいうプロパンガスみたいな感じなんでね、まあプロパンガス縛りならまだしも、ただしプロパンガス消火器ほど至るところにないっていうのがあってね、まあまあまあ、ちょっと消火器縛りは今回は厳しい感じかな。はい、じゃあ、ターゲット来るまで待ちたいと思います。はい、で、これね、銃を撃つ場所なんですけど、その橋、なんていうの、2階のバルコニーじゃないけど、手を置くところっていうの、ギリギリから撃たないようにしてください。ちょっと引いてください。そうしないと下の階から微妙に見えてるんで上にいたとしてもね、微妙にちょっと気持ちちょっと下がって撃った方が確実に、バレずに暗殺することができます。で、上段クロスに関しては感電死ですね。一応彼噴水のところに行くんですよ。で、その噴水のところに、まあ、左端に、右端かな、その銅像があって、でその銅像のところに蛇口というか、バベルじゃないわ、バルブかバルブがついてるんですよ。そのバルブを回すことで、まあ、噴水が出るんで、水をそこでゲットすることができて、で、コンセント、いつも通りのやつがあるんで、ドライバーでキュッキュッとやることで、まあ、感電させることができるんですけど、ただしそこでやるにもね、そのあたりもう護衛の量えげつないんで、ちょっと厳しいかなということで、今回は、ICA 感電電話を使って上段クロスを感電させたいと思います。
さあ次回はコロラド、まあ、数が多いんでね、4人もいますから、で毒殺と爆殺がなしですからちょっと考えないとね。まあ、コロラドも一人に関してはもう完全に一人二人かに関してはもう完全に頭の中で計画できてるんで、実質あと二人、あいつも多分あのやり方できるんで実質一人ですね。まあ、彼だけどうしようかなって感じなんですけど、まあ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 いけるでしょ。はい、でここはねピストルを置きます。まずでピストルを置くとねすぐ回収していいんですけど、こういう感じでどっか行ってくれるんで、 ICA 完全電話を取り出してここの中のマイクの前に置いておいて、これでもう、ジョーダンクロス死ぬ準備は整いましたんでね。あと待ってると、ジョーダンクロスやってきますから、彼が来るまでスキップしたいと思います。はい、来ました。で、来たらボタンを押してもらうと、もうあと死ぬんで。あとは脱出するだけですね。まあ、今回、自己死縛りね。今までのに比べたらちょっと難易度は下がってますけども、この次ちょっと難しいの持ってこようかなと思ってるんでね。ちょここで待機でね、これね、今やったやつ、これねヒトマンアブソリューションで僕が使ってたちょい当てマジックというテクニックで、あのアブソリューションの方をね見てもらったら分かると思うんですけど、敵の体にちょこっとだけ当てることで振り返らせて逆方向行くって技なんですが、ヒットマン2では通用しないので、やっても意味ないですっていう。はい、ということでご視聴ありがとうございました。また次、コロラドの自己死でお会いしましょう。それでは、アディオス。